はい、皆さんこんにちは、スパイエです、この動画を皆さんが見る頃には僕はもしかしたらデトネーターにいないかもしれません。はい、ということで、デトネーターの記事を、見ていただいたと思うんですけども、私スパイギア、2021年9月いっぱいもちまして、デトネーターを辞めさせていただくことになりました。ちょっと脱退のね、理由というかを説明していきたいと思うんですが、ちょっと前々からですね、フリーになり、なって、まあ、個人でちょっといろいろと、まあ、頑張っていきたいなと思っていまして、まあ、チームに所属している以上はですね、まあ、チームの方から、まあ、案件だとかいろいろといただいたりとかして、まあ、2016年に入ったんですけども、そこからまあ6年近く、いろいろと、まあ、お世話になりましてやってきたんですけども、ちょっとまあ自分の力でね、いろいろと今後頑張っていきたいなと思いまして、フリーになる決断をしたという形になりました。まあ心配なのは、そのなんかデトネーターとこうなんか揉めて辞めるとか、多分いろいろこうなんだろう、心配してる人もいると思うんですけど、そういったのは一切なくて、完全に個人の理由で本当にフリーになりたいっていうところで、今回辞めることになりました。なので、まあ、10月1日から本当に自分はフリーで、活動していくということになります。で、あともうあれですかね、視聴者的にちょっと心配なのは、今後も Twitch とかYouTube の動画投稿を続けていくのかっていうところだと思うんですけど、まあ、そこも変わらず今後も、スパイギアとして、活動していきたいと思っていますので、変わらず、応援のほどよろしくお願いします。チームに入ってる時の視点と、あとフリーになった時の視点って結構やっぱ違うと思ってて、まあやっぱりそのフリーになった時の視点からの、まあ、活動というかを見て、まあいろいろこう模索して、いろいろと今後も挑戦していきたいなというふうには思っていますと。はい。まあ挑戦する上でね、今までとちょっとね、変わったような、動きというか、もうあるかもしれないんですけど、まあ、そこも、変わらずというか、Twitch、YouTube 含めて、スパイギアを応援してくれたら、嬉しいなと思います。ちょっとまあ昔話になるかもしれないんですけど、まあ、2016年1月に僕、デトネーターに入ったんですよ。加入したんですね。オーバーウォッチですね。オーバーウォッチのプロ選手として、加入しました。現在はストリーマーやってるんですけども、当時は、プロ選手として、加入しました。まあいろんな国行きましたね。中国とか韓国とか、まあいろんな国に行って、まあいろんなチームと戦って、はい、いろいろやってきて、まあその後ですね、まあ自分自身がちょっとまあ選手としてちょっとまあ限界を感じてしまって。まあ、そこからまあデトネーターとかをやめようかなって思った時期があって、まあ、そこでまあチームの方から、まあストリーマー配信者やってみないかっていうふうにお誘い受けて、まあ、転向したという感じですね。でそこからまあ PUBG だったりとか、まあ、今でいう Apex Legends とか、いろんな配信をして、まあ、今に至るわけなんですけども、 PUBG とかでもね、ドイツ行ったりとか、うん、あとアメリカ行ったりとかね、まあ今ちょっとコロナでね、イベントが全然開けない状態ですけど、まあ以前はね、いろんな、そうですね、選手ストリーム合わせていろんな国行ったりとか、いろんな経験させてもらって、本当にデトネタには本当にお世話になったなと思っています。本当にありがとうございます。本当に今ストリーマーでね、デトネーターで活動させてもらってましたけど、本当にまあデトネーターの人もそうですし、他のストリーマーの方たちとも本当に仲良くさせてもらってて、でまあフリーになっても、まあ、そこは変わらずデトネーターのストリーマーですとか、まあ、他のストリーマーさんですとかとの関係値っていうのは全然変わらなくて、今後も本当に仲良く、させていただければなと思ってるので、はい、ぜひコラボとか
させていただければなと思います。というわけでデトネーターを抜けるという、報告の、動画でした。別にネガティブな報告ではないので、今後もね、応援してくださいっていうような、報告のポジティブな動画に、なります。ただ一つね、不安なのはちょっとね、今後の無職って俺も言われるのかなっていうそこだけすげえ思ってるんですけど、まあ、10月1日から皆さん無職でどうぞ煽ってもらえればと思います。はい、というわけで、以上スパイゲーでした。本当に今までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。